はいどうも、完全丸見えチャンネルです。このチャンネルは関西電力らしいところとか、あとはらしくない意外なところ含めて、この会社のリアルな一面を皆さんにお届けしていく番組でございますと。今日はですね、ぶっちゃけの話を聞こうということで、内定者の6名の方にお越しいただいてます。イエーイ。就活をして間もない、皆さんに来ていただいているので、実際就活どんな感じだったとか、そういうぶっちゃけの情報も、聞いていければなと思っております。まあ、就活している方、なかなか不安な日々が続くと思うんですけども、この6名の方が解決してくれるそうと伺っているので、はい、ぜひ楽しみに聞いていただければと思います。じゃあ早速一つ目の質問に移りたいと思うんですけども、やっぱりこう就活していると企業ってめちゃめちゃあると思うんですよ。その中でなんで関電受けようと思ったんかなっていう、そのきっかけとかを聞いていきたいなと。まずトップバッター、我こそはという方はいますでしょうか。私はやっぱり一番の理由は、ずっと専攻とかを通じて関西電力っていう会社に愛着がなんか持てていたことかなと思っています。すごい業種を絞らずに結構いろんな企業を受けてたんですけど、その中でもやっぱり関西電力っていう会社に一番フィット感を感じていて、絶対本専攻は受けようっていうふうに考えていました。愛着っていうのはやっぱあれですか、社員とこう接する中でみたいな、生まれてきたみたいな感じですか。そうですね、最初はそんなにやっぱり考えてなかったのが、だんだんお話しする中でぜひ一緒に働きたいなっていうかの思いが生まれてきました。ちなみに田中さんとかはどんな選び方しますか。はいはい、就活の軸として、まあ、多くの人の役に立っていることを実感できる仕事ができる仕事、まあ、職種っていうのを探してたんですけれども、まあ、そんな中で、まあ、エネルギーっていう誰しもが必要なものを扱いながらも、それをまあ対面で人と接しながら売ることができるっていう技術営業の仕事にまあ憧れて志望しました。かっこいい答えやな。ちなみに同じ技工の西川くんとかはどんなきっかけで選びましたか。はい、僕もまあきっかけとしては、まあ、理系だけども、理系がっつり理系の仕事じゃないのも見てみたいなっていうところが入り口きっかけだったんですけども、はいはい、まあ、そういった中で自分が理系卒ながらも文系の領域もなんか活躍できたらなっていうので、まあ、技術営業っていうのに出会って、でそこからはやっぱりこう採用が技術営業職として職種別でそこだけで、採用っていうのが、まあ、されているのも、まあ、将来的に自分がどんな活躍していくのかなとか、どんな若手時代積んでいけるのかなっていうのも、まあ、明確にイメージできたのはすごく大きかったなっていうのはあります。なるほど、はい、まあ、総合職みたいな感じでいろんな仕事あるよっていうのもいいけど、やっぱりやりたいことがあるっていう人にとったら、そういう仕事がある種決まってるというか、うん、そういうのもやっぱ魅力的やったりしますもんね。はい、もうちょっと根掘り葉掘り聞いていきたいということで、お、はい、ぶっちゃけ皆さん関電第一志望でしたかと。そうですね、まあ、僕はもう自信持っているんですけど、はい、もう夏のインターンの段階から第一志望で、すごい一途にずっと、はい、受けさせていただいてたんですけども、はい、まあ、インターンで同じグループだった人ともう本当に意気投合して、はい、でもう彼とはずっと夏のインターン終わってからずっと毎日 LINE して就活どうとか、お互い毎日はちょっとおはようからお休みまでやばいそれは。まあでもそんな彼と、まあ、夏からもう本当に3月まで4月5月ずっと LINE して今もしてるんですけども、はい、まあ、そういった同期の存在は大きかったですね。で、まあ、次の来年の4月からはもう晴れてその人と同じ、まあ、職種で全く同じ会内定先ということで、社会人もめちゃくちゃ楽しみにしてます。やっぱ一緒に楽しむみたいなね、一緒に働く人の存在もやっぱり大事ですもんね。ちなみに第一志望じゃなかったよっていう人っていますか。お手が上げづらい違うかったですね。そうですね、1年前のとかの自分は今ここに座ってるって想像もしてなかっただろうなっていうぐらい、夏のインターンでその人の面でのイメージがすごく変わって、やっぱり硬い厳かな感じのインターンだと思ってたんですけど、すごい若手の方とかがもう活発に生き生きお仕事されているのがすごい印象的 で次の秋のインターンで業務面ですごい関西電力が電気以外の事業をすごいたくさんしてるっていうことを知って、
して最後先輩社員面談であの人の面ですごい魅力を知ってなんか引き込まれて行きました。やっぱインターンってね、まあ、なんかちょっと長い期間社員と接する機会もあったりとかするから、うん、そういうとこきっかけっていう人もやっぱ多いんでしょうね、うん、はい。続いての質問が先輩社員との面談みたいなものを就活の中で皆さんされてたと思うんですけど、うん、そういう時って結構就活生の皆さんどういうこと聞いたらいいのとか、うん、やっぱそういう不安ってあると思うんですけど、緊張しました、ね、緊張したよな振り返ってみてどういうふうに僕は質問してましたよとか、うん、こんな感じの心構えで言ったらいいよとかそんなアドバイスとかもできる方どうですか、どなたか。来た、はい、はい、お願いします。事前にその聞きたいこと、ちょっとこれ聞いていいかなみたいなことも、うんうん、あのもう恐れずに私は聞いてました。ちゃんと聞けましたか。はい、はい、時間があると思うんですけど、もう時間じゃ足りないぐらい用意しといて、はい、であの優先順位をつけて聞いていくっていうことを私はしていました。これ聞いていいのかなっていうことでもガンガンあの聞いていっても社員さんは優しいのでちゃんと答えてくれます。確かにね、あんま NG みたいなものないですもんね、聞いててもね。カチコ、ちなみにさ、その一番さこれきわかったなみたいな質問とかってなんかあったりする？気になるな。給与聞きました。あこの場では言えませんが、はい、そういう面談とかやると結構教えてくれます。はい、教えてくれます。はい、実際受けてみてどんな雰囲気でした、選考って。じゃあ、まあ大亀さんとかはちなみにどんな、はい、なんか余裕そうな顔はしてますけど。そうですね、まあ、当時すごいあの緊張していて、はいはい、やばいなみたいな思ってたんですけど、あの本選考の前にあの人事の方 と面談をする時間がありまして、うんうん、でさっきの面接でプレゼンがあるよっていうお話もあったんですけど、今日プレゼンどんなん考えてきてくれたのとか緊張してるみたいな感じで結構おしゃべりしてくれて、すごくリラックスして本番を臨むことができました。うん、学生さんがこう笑顔でちゃんとうなずくっていうのを伝えて、こっち側もやっぱなんかちゃんとうなずいてあげようっていうのがやっぱあるからね。いよいよ選考が終わったら、まあ、入社するかどうかっていうところで皆さん迷われると思うんですけども、入社ここが決め手で完全にしましたみたいなのある人いますか？はい、おお私は2つあるんですけど、はい、1つ目があの観点でやりたいことが明確にあったっていうのが大きかったなって思います。のスマートコミュニティっていうのをやってるんですけど、うん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 、環境に優しい街づくりをされていて、まあ、なんか電気を売るだけじゃないっていうところがすごく魅力的だったっていうことがあります。で2つ目がいろんな人が言ってるように人ですね。インターンとかあの OBOG 訪問とかで関わった社員の方がすごく優しくて温かいっていうところが自分と合っていたっていうのが大きかったです。いや、やっぱ関連社員ってよくも悪くもお人よしな人が多いな。世話好きというか、なんかみんなもなんか面談でとかいう話もやっぱ多いと思うんで、そういうとこありますよね。なんか他こういう理由で決めましたみたいなって今あります？私も、はい、あの人ももちろんそうなんですけど、離婚という、枠組みの中では海外プロジェクトマネジメント職っていう、はいはい、そのエネルギー事業と海外の事業をつなぐ、うん、あの仕事を私はすごいしたくて、そのしたいことがあるからここがすごいマッチしたっていうのと、その会社の将来性としてもっと海外に出ていこうっていうところは私すごいあの挑むところとかが、はい、挑むのキーワードですね。これだけ覚えてたら、はい、大丈夫です。ほんま？はい、それがもうマッチしてもうここにっていう風に決めました。やっぱね、海外もなかなか想像つかんけど実際めちゃめちゃ挑戦してますしね、海外事業っていうところもね。はい、ありがとうございます。入社後どんなキャリアプラン描いてますか？面談じゃないですこれ。まあそのいろいろ配属とかまだわからない中で、まあ、どんなことやりたいとかそんなのあったりしますか？じゃあいいでしょうか。僕やりたいことがあって入ったんですけど、うん、まあ、後々あの新規ソリューションだったり新規事業の立ち上げに携わりたいなっていう部分があるので、あのキャリアプランとして最初はあの営業で会社のこと、あとお客様のことを知りたいなと思っていて、でその次に、まあ、社内か社外に出向したいなって考えていて、で結構出向って珍しいのかなと思うんですけど、社内の出向だったらかなりあの経営者層に近い視点での仕事をさせていただくことができるっていうふうにお伺いしていて、そういう部分がすごく興味があって、
ちょっと希望しています。でその後に最初に言った、やりたいこととしての新規事業新規ソリューション立ち上げっていう部分に携われたらなと思っています。あの就活生の皆さんも迷われてる部分もあると思うんですけどやりたいことからあの逆算してキャリアプランとか考えるのはすごくいいと思うのであのよかったらあの一度やってみてください結構なんかこう階段組んでるというかね明確やなあの親身に相談乗ってくれる社員さんが多いのであの先輩社員も頼りながら考えていくのもいいと思います。はい、そんなアドバイスまでありがとうございます最後に、まあ、せっかく YouTube でたくさん学生さんが見てくれてるので学生さんに向けてメッセージをいただきたいなと思います。去年の、まあ、自分自身を振り返ってみるとやっぱりこの時期っていうのはモチベーションの維持がとても難しい時期かなと思うんですけれども、まあ、そんな中で、まあ、頑張っていれば、まあ、どんどんと、まあ、差はついていくというか逆に、まあ、差をつけるなら今なので、まあ、積極的に、まあ、社員訪問であったりとか、まあ、インターンの振り返りとかをして、まあ、業務理解を深めていって、まあ、周りの就活生を、まあ、圧倒できるというかもう明らかに輝いて見えるような存在に、まあ、成長していってもらえたらなと思います。来年以降一緒に働けることを楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、というわけで、まあ、今日は内定者にたくさん質問をしましたが、まあ、あの就活生の皆さんが気になっているような不安に答えるようなあの話とか、まあ、いろいろ聞けたんじゃないかなというふうに思ってます。今日の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回もあの見てください。バイバーイ。バイバーイ。